メグロは、スズメモクメジロカメグロ族に分類される鳥類。本種のみで、メグロ族を形成する。母島の母島メグロ日本固有種。模式標本の産地は、小笠原諸島とされているが、被災者である、ハインリヒホンキットリッツが訪れたのが父島だったため、父島さんの個体をもとに記載されたと考えられている。日本全長14センチメートル。上津は、 暗緑色や高褐色。顔や仮面の羽衣は黄色。体側面の羽衣は緑褐色。俗名、アップラプタランは柔らかい羽毛の意。顔の羽衣は黄色で、額にアルファベットの T 字状に黒色版が入る。目の周囲は白い羽毛で覆われるが、アイリングは目の前後で繋がらずに途切れる。 さらにその周囲に三角形状の黒い反門が入り、和名の由来になっている。オハヤ翼は、海国色で、おはや、右服、風切り派の外縁は、黄緑色。卵の殻は青く、褐色斑が入る。わずかに大型で、黄色味が濃い。以前は、キヨドリか、下の形態や生態から、ミス水カに含まれることもあった。しかし、ミトコンドリアのリボソーム r n a の、 分子系統学的解析から、メジロ科に含まれると推定され、メグロ科内での禁煙種は、黄金メジロと推定されている。常緑紅葉樹林や虹林に生息する。ペアで生活するが、陶器には群れを形成することもある。植生は雑食で、昆虫、蜘蛛、果実、花粉などを食べる。英名、ハナッターは、花粉を食べることに由来する。樹上でも、 地表でも採食を行う。昆虫は臨床を徘徊したり樹上にぶら下がって、葉の裏にいるものを捕食するほか、木の幹の隙間にいるものを舌で捕らえたり、銀ネムの鞘を、くちばしでこじ開けて、中にいる獲物を捕食する。繁殖形態は乱生。4から6月に、地上1から10メートルの高さにある木の胃にタコの木、などの繊維や羽毛、重毛を組み合わせたお椀状の巣を作り、回にから個の 卵を産む。死有交代で放卵し、放卵期間は10から14日。開発による生息地の破壊などにより、生息数は減少している。元アッシュ・ムコジマ・メグロは1930年以降の確実な発見例がなく、絶滅したと考えられている。1969年に国の天然記念物、1977年に特別天然記念物、アッシュ、 母島目黒が1993年に種の保存法施行に伴い国内気象や生動植物種に指定されている。1969年における母島での生息数は3000の4000羽と推定されている。絶滅絶滅危惧アイビー類ありがとうございます。